こんにちは。今日のこの後の天気をお伝えします。まずは寄せられたウェザーリポートをご紹介いたします。北海道稚内市の方よりいただきました。こちらのリポートです。雪の玉が降ってきましたよ。はい、北海道の方ではあられが降っているというような報告が届きました。ありがとうございます。さあ、そして続いては群馬県の東吾妻町よりいただきました。こちらのリポートです。はい、群馬県の方は爽やかな秋晴れ、綺麗な青空のリポートが届きました。ありがとうございました。それではここからはアイコンで全国の天気確認していきましょう。今日は広いエリアで秋の空気となりそうです。東日本と西日本、晴れて穏やかな天気となるところが多くなりますが、九州の南部、そして関東の山沿いではにわか雨にご注意ください。そして北陸、東北、北海道では天気の急変にご注意ください。北海道ではあられや雷雨の恐れもあります。そして全国的に朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。上着などで調節をして体調管理しっかりと行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。午後も頑張っていきましょう。